大将 ,duzhang。自己言及のパラドックスは、エピメニデスによる、クレタ人の嘘つきとして古代ニリシア哲学の時代から知られていた。一方、トートロジーについては、A は A であるのような直接的な道語反復は、修辞法として認められたものの、A ゆえに B である。そして B ゆえに A である。そして A ゆえに B である。 のような循環論章は、基弁として否定的に扱われてきた。しかし、近代哲学において、ヘーゲルは、主人は、奴隷の奴隷であり、奴隷は、主人の主人であるとして、その存在論的な論理学の弁償法において、対象を、肯定的に取り上げた。その後、ディルタイが、解釈学的循環の問題を指摘すると、ハイデガーも、 またこれを実存の先駆性として肯定的に取り上げ、さらにサルトルは、ヘーゲルの弁償法やキルケゴールの実存の思想から、本質の疎外こそが、即時への大落の危機をはらんだ人間という、退治としての向上的なあり方である自分を演じると、し、社会において、人は常に他者の眼差しにさらされ、また、その眼差しに眼差しを向け返す相告にあることを、論じた。そして、 ジョン・レノンは、このサルトルの社会的な総告による循環論賞を肯定的に捉え、愛することは愛してもらおうとすることと歌った。ジュン・オカ・アキラは、自称、抽象との関連において、これを存在概念の一として再定義した。すなわち、本質が本質的に特定の他者の認識によるもの。それであるかどうかの判断が、その特定の他者に、 本質的に阻害されている論理的存在様式。それ、自体においては、それであることを自称することができない。愛は、特定の他者が愛とするところのものである。が、その典型。友情や敵意、主人、奴隷も、同様の存在様式による。論理的にのみ存在が定立されているために、外縁において、内包としての共通性を持たない。株式の持ち合いも、 一種の対照的な循環論賞であり、その危うさが指摘されている。ありがとうございます。